道でもケーブルとナットが地球の自転に合わせて回っていられるのはなぜだ。ほら、え、ケーブルとナットの間にミノフスキーマグネットレイフィールド、つまり MMF 効果の場を発生させているからで。そうだ、動体視力は宇宙で作業するための必殺兵器だ。レーダーなんかミノフスキー粒子を撒かれたら意味がなくなるんだからな。ベルリ、遅いぞ。はい、両手上げ挙動。キャピタルガードのマシンじゃないぞ。海賊だ。海賊って噂の宇宙海賊か。一機だけだと。海賊のモビルスーツじゃないぞ。なんだって。このクラウンは人質に取った。20分後に解放します。運転席に座っている子って誰なんだ。貴様の言うことを聞かなければどうなる。なる時を迎え、未来へとつなぐ。この戦いの結末を見届けろ。ガンダム G のレコンギスト。